さあやっていきましょう。つむつむセブサリバサリ1日限定プレッション大対局ライス。続いてミスターインクレブリからジャックジャックですね。超能力を使える男の子なんですかね。出てきた枠の中をタップタップの数だけ、範囲が広がるよということなんで、とりあえずまあ連続でタップしてったらいいんですかね。タタ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 タよっしゃ、タートル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 、ウェイ、ウェイ。ジャック、ジャックね。彼が結局一番強いんですかね。帰り距離も何よりも、やっぱ超能力が最強だっていうことですよね。ふい、タタ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 ップした回数が29個だったっていうことこれ。ほい。ちょ、こうしたらいいんじゃないか。あたた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 た3本指でやったけど、2本指の方が1点強かった。1点です。いやー、これ、あれだな。体力使うな、この人。消えない、消えない、消えない。はい。ほい、ほい。よし、ほい。あとね、ちょっと、見出さない。よし、ほい。おー、わたた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 た。え？待って。なんか、なんか、どんどんスコアが入ってくんだけど。え、どういうこと、どういうこと。よし、いつ。あれ、ちょっと待って。スコアが伸びない。31までいったはずなのに。なんだろうな。悔しいですね。ちょっと今、はい。ジャック・ジャックさん、あなた難易度高いわ。まあクラッシュのレベル上げてくれたんで良きかなということにしときましょう。はい、ということで続いて頑張ってでっかいツム9個消すために頑張っていきましょう。お疲れ様でした。